の目がもうめちゃ怖い目してるんですけど、この目怖い、きた、あー、うわー、結構硬い、おお、あー、あ、すごいのが入ってますこ、後頭部どうしたって、この後頭部が何これ、マントのこの透け感、これもう、いい、サッポシロールも魚箱みたいなね、魚が入ってたみたいな発泡シロールが入ってるんで、はい、青春踏みつけちゃうアーバーです。今回もまた隠し番長さんのこのお宝倉庫にちょっとね潜入させてもらってるんですけども、もうやばいっす、もう出るわ出るわの、もうこの大箱、これね、こうインチキ重いの大箱がねめちゃくちゃあるんですよ。ちょっとその辺ね一緒にね見させていただけるということなので、ちょっとねもう今回もやばいものばっかりで、もう魅力的でワクワクしてるんですけども、ちょっと見ていきたいと思います。はい、じゃあちょっとね手持ちでちょっと行くんですけど、この辺端からちょっとね、いいですね、これ何ですかね、これ、これ韓国の、はい、言うなればテコンブイとかと同じ時期にやってた、はい、同じ監督のウレメっていう特撮作品、正規品ってことですか。そうですね、正規品です。全然知る、日本には全然こう知らないです。あ、でも特撮なんです ね、 そうですね。ちょっと中見せてもらってもいいですか、ね、どういう感じなんだろう、想像つかないですね、この箱の大きさから。どういう、あ、うわー、めちゃくちゃいいじゃないですか。まあ若干この辺りライブロボっぽい、あ、確かに、足がボルテス5っぽかったりはするんですけど、ああ、そうですね、ボルテスっぽかったり、いや、で、うわ、顔とか、めちゃくちゃいい、色がいいね、この金色とか色カラーっていうのかないや、これもだいぶ貴重ですよね。いや、こんなの俺初めて見ました。だからこれが1個や2個ならわかるんですけど、まだまだ出てきますからいやー、ちょっとね楽しみですよ。ありがとうございます。すごいな、この状態で残ってるのがね、相当これ苦労されましたよね、集めるの、これだけの量。今実は韓国の古いおもちゃって結構現地でもプレミアがついてるんですけど、それがまだプレミア前に、前に、ああ、だからだからってわけでもないで、それでも大変だったんじゃないですか、これ。順番的にね、はい、それいきましょうか。じゃあ、うわー、これはまたまた戦隊ものですね。これがテコンブイの、うん、実写版のテコンブイ90っていう、あ、90、はい、作品があって、それのおもちゃで、小さいのもあるんですけど、うん、それのデラックス版で、かいな、このこういう大きいねおもちゃ自体がなかなか見たことなかったし、うん、こうなんかちょっとセクシー系もいぶるんですね、この戦隊もの ね、主人公ヒロイン、はい、敵の女アンドロイド、ああ、女アンドロイド詳しいですね、そこまで知って買ってらっしゃるとかすごい、こう側面もね、なんかちょっと日本のプラモデルのようななんかこうね雰囲気もあるんですけど、これテコンブイ90っていうのが、うん、実写とアニメの融合作品で、うん、面白そうだな、実、うわ、でかっ、うわ、金色好きですね、韓国ね。まあアジアの特徴ですね、メッキをかけると豪華に、あ、こんななんかゆるキャラ的なキャラクターもついてるんですね。チョリという、チョリ、男の子なんですけど、うん、まあテコンブイに憧れてる男の子が、うん、夜間とかその鍋とかで、はあ、なんかこういうキャラクターになって、ハロみたいな感じですかね。まあハロとか、まだちょっと違う、まあよくある、うん、ボスボロットとかそういうポジションなんですけど、うん、まあ中身は男の子、存在感ありますね。これも基本プラなんですけど、プラデラみたいな感じなんだけど、めちゃくちゃいいな。またこういうね、きちっとこのブリスターでもなく、外箱もきっちり残ってるのもかなり貴重ですよね。いやー、素晴らしい。この箱絵がまたやっぱ何とも言えないデザインセンスといいますか、色使いが、これまたハングル文字がねドキドキしちゃうんですよね、単純にいやー、いろいろがすごい、やばいっす。
でこの辺りがオリジナルだったんですけども、うん、この辺りからこれからだんだんインチキ、これも勇者シリーズっぽいけどこの辺はボルトロンってことになっていて、うん、なってますよね。で多分韓国では、うん、この当時は正規品として出たと思うんですよ。あのあロゴがね、ロゴも使ってるし、あの放送局の曲もあるので、ただ商品自体は、うん、あのうわエクスカイザー、すごいなこれ。しかもこれ右と左に分かれて、はい、実はこれそれぞれバラバラに売ってたもののセット箱みたいなやつで、うん、で無理やりこの辺ボルトロン感出してますよね。そうですね。いやでもこれつくんだ、これが合体ついちゃうとボルトロン感の部分がなくなっちゃいますよね。これになるってことですよね。でこうちっちゃいのもね、これも入ってて、うわいやこれまたお宝ですよ。これもまた見たことないもんな。いやそうは言ってもね、いや面白いです。いや自分も細く長くいろいろ集めてますけど、いやこのジャンルがねこんな幅広くていろいろなものがねこう作られていたっていうのが知らない。これもこれは何かアニメがあるとかじゃなくて、うん、それこそ本当にインチキおもちゃの、うん、それっぽい何かなんですけど、あうん、ただこれグランゾートを、うん、あの日本でグランゾート、あの韓国でもやってたんですけども、グランゾートのように、見せているんですけれども、うん、実はトランスフォーマーの6ショットっていう、まあ、6体、うん、6段変形するおもちゃがあって、うんうん、それにグランゾートの頭部と胸パーツをつけて、うん、あそれっぽく見せてる。だからちょっと腕とかなんかちょっと電車というかなんか車っていうような、まあ、戦車とか、この色がいいですね。なんかチープな、なんかカバヤの食玩みたいな色してるじゃないですか。これ、うん、黄緑とか黄色とか、うんうん、要はあの安いペレットなんですよ。プラーが。で子供も喜ぶ色みたいな、ね、単純な感じで、やだからこういうの余計に惹かれちゃいますね。このなんか本当にカバヤ感といいますか食玩の感じがしていや面白いですね。このメーカーもさっきから見ていろいろなメーカー出てます。このメーカーとかさっきのもなんかちょっと知らないメーカーのロゴが入ってたり、はいはいはい、いやだからおもちゃメーカーさんもねやっぱいろいろ出てるんですね。韓国は韓国の方 でただ実際この辺りのこれとかのメーカーはもう今 ないんじゃないか。あこれもやばい、ね、これ面白いですよ。これだってこれももうガンダム、ね、ガンダムっぽいで、うん、これは、勇者シリーズの、うん、ゴッドマックスっていうのを合体ロボの飛行機で、やばいやこれで、これも、うん、本来は2体バラバラに売っていて、うんうん、で、これは、うん、本来ここだけでロボットに変形するおもちゃ で、うん、で全然別の合体をして3体合体のロボットになるものなんですよ、うんうんうん、それを無理やり下半身ですっていうことにして、でしかもこれが、うんうん、お金を入れると、うん、この後ろ側からお金を入れると、うんうんうん、ここがあの手品の公式になっててお金が消えるっていうギミックが搭載されてるという、まあ、その面白グッズみたいな。へこの下半身はもうガンダムっすよね完全に。でただこれが下半身だけ商品化されてて、うん、これの代わりに、うん、このメカの代わりにこれをつけると、うん、まあなんかこれでも勝手に貼ったわけじゃないですね。このシール、こういうシール、こういうシールなんですよね、はい、この急になんかコミカルのキャラクターが入ってこの中には顔だけ入ってますよね。だからこれが、はあ、ここにこれの顔を入れるすごい発想これだけで単体でもなんとかしてやろうっていう感覚なんですねこれ、うん、でこっちにも頭部だ、はい、いやーすごいなこれめちゃくちゃお宝だ。いやーやばいわ箱もやばいっすけど、
いや、大箱でこんないろいろ出てるんですね。はい、今回ねインチキ番長さんのとこで、まあ、撮影の方させていただいたんですけれども、興味がある方はねこちら書籍化されてますので、この辺のね本ですね、インチキおもちゃ大図鑑となっているんですけど、この辺で、ね、1巻から2巻3巻4巻とドエライモンといった感じ、今ね現在5冊の方をね書籍化されてますので、興味ある方はぜひねお買い求めいただけたらなと思います。さらにこの辺はもうなんかいろいろなものがオマージュされてますね。これはでもボルテスが一番強いですかね。そうですね、ボルテス5に、うん、あの胸にライオンをつけてるんですけど、そういう感じですね。ただおお、まあ中身はそうですね、もう完全にボルテスの合体ギミックを使ってそうですね。そうですね、ただだいぶ単純化されてて、これもすごいお宝ですよね。これ全部プラでね、合金になったようなものをプラで再現されていて、ね、この顔もね優しそうな仏顔やばいな。この古いは古いですよね。古いですね。で、ね、ただ、うん、このパッケージに書いてある胸のライオンが、うん、ライブマンの時なんで、ああちょっと横もこういう、いやいかにももうボルテス5ですよね、完全に。そうですね、だから、うん、ボルテス5とライブマンって、うん、10年以上、ああ差があるんだ年代にね。だからそれ辺がボルテスの何かのやつをずっと流用するために取っておいて流用したのか、ね、そう今にして思えばどっちも昔ではあるんですけど、うん、まあ時代としてはもう全然、ああ違うんですね、ボルテスの時代じゃない。うんうんうん、かわいいな、この箱がもうなんかね、まあ、プラモデルの箱みたいな絵柄ですよね、色使いとかが、うん、いや素晴らしいお宝です。はい、いやこれは何ですか、これもやばそうですね。これまたこれは、はい、あのご存知ロボコップなんですけども、ですよね、この口セクシーな口してますねで、なぜかタートルズが描いてあって、うん、でしかもタートルズ4人のはずなのに3人しか描いてない、ちょっと悪そうなタートルズですよね、しかも顔がね、まあ、この時代のタートルズの絵ってこんな感じです。あ、そうなん、あでも横にもちゃんとタートルズいますけど、ね、あのここにも、あここにもね、タートルズの設定の、はい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 、で中がどうなってるんですか、こんなでかい、あロボコップ3っていう商品なんですけど、うん、うわーで、やばいなこれ、またこれ消しゴム、手足消しゴムっぽいですか、ね、まあそうですね、塩ビですね、すごいな塩ビ、うわ本当だ、発泡スチロール、うわーもうすごい塩ビだ、ボディだけプラで塩ビのこのタートルズ4体と真ん中にこれロボコップじゃなくて、うん、ジバンです、ね、ああいやそう宇宙刑事シリーズで体はもう顔がけちょっとなんかオリジナル感あります。いやいやこれ顔もジバンですね。あこれがついてるだけ、これもジバンもついてますね。あのジバンっていうのが、うん、ロボコップの影響をめちゃくちゃ受けてできたそのまあ宇宙刑事シリーズとかのシリーズで、逆にじゃあそっちに寄せてやれみたいな、そうまあだから一番の方からロボコップ、ロボコップ自体がギャバンの影響を受けていて、うんなるほど、影響を受けてジバンができて、まあ、よく今お互い切磋琢磨してるみたいな、そうですね、でそれからさらにロボコップに戻しちゃったっていう、うんうんうん、なるほどなるほど、すごいいきさつが、いやーやばいな本当にすごいな。でこれもな大体今見せてもらったのって、はい、大体いつぐらいに集めたんですか、年代今から例えば10年これは今から25年ぐらい前、あやっぱそうですよね、まあ、1990年代とか2000年初頭ぐらいですね。ああだからねその頃からやっぱこういうところにこう魅力を感じて集めコツ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 集め始めたっていう、うん、まあ
なんで結局は多分ね好きだったり可愛いなとかはなんか魅力があって購入されてると思うんですけど、ただねまだ皆さんがそういうのも知らなかったり、まあ自分なんかもおもちゃやってましたけど、このジャンルはもう全然知らなかった、今初めて見ますから、やっとここに対してその90年代に集めてたっていうこともあって、まだね多分今これ手に入れようと思ったらほぼ不可能に近いか、ね、まあよっぽどな金額になると思うんですよね、特段の話すると、あの、うん、それこそ eBay とかでこれが出るとめちゃくちゃ高いと思う、いやそうだと思います、こんな見たことないし、これ見てたらやっぱり、ね、コレクターさんからすれば、まあ今でこそねこういうジャンルもどん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 こうメジャーになったり、まあファンも増えてるね、こういうジャンルだと思うんですけど、90年代の頃はまだ多分韓国の方もね多分感覚としてはこんなねチープなものだったり、要はこう日本のものをオマージュした、多分日本の正規のボルテスが欲しいけど買えないからこれで満足してたみたいなおもちゃで多分扱われた時代だと思うんですよ、まだ90年代って。これね多分2000年ぐらいまで韓国のソウルのおもちゃ屋でまだ売ってたと思うんですよ、でそんな時に多分これ他は割となんかおもちゃ屋の倉庫とかで現地で見つけたりしてるんですけど、これは確かね普通に売ってたと思う。じゃあ割とメジャーなんですねこの辺は、まだメジャーというか、これなんか急に可愛いキャラ入ってます、ね、これがかなりあのややこしい商品で、キャラクターは日本のアニメのエトレンジャーっていう NHK で当時放送してたアニメがあって、でまああの、ヒーローものなんですけど、もちろんロボットとか出てこない絵とモチーフにしたキャラクターなんですよ、でそれを、ロボットやっちゃったみたいな、ロボットをしかも、日本の戦隊シリーズのオーレンジャーのロボットを流用して、まあそれぞれのエトレンジャーのキャラクターの顔をいっぱいつけている、はめられるんだ、でオーレンジャーのロボっていうのが、あの頭部を変えてパワーアップする能力があるんですよ、でそれをそのギミックをまく生かして、でも基本はこれなんですね、箱絵はこれでしたね、ただこういうのにもなるってこと、まあ、なるんです、すごいな、このこんな顔がこんなのと合体するっていう発想がね飛び抜けてますよね、だから今までのこうちょっととはまたちょっと違いますよね、この可愛いキャラクター、しかもこれ、実は韓国では正規品、あこれがその設定の、そうですね、これがね正規品っていうのがまた驚きますよねいやすごい、だから結構韓国のなんかそのプラスチック系のおもちゃってなかなかよくできてますね、いろいろ見てると、はい、日本でもこんなでかくてこんな豪快なのってそんなないイメージあるんだけど、やっぱ戦隊もの系かなって思うんだけど、ただこれだけね大箱がでかいのがいいっすよね、いやーなかなかこれまた貴重なものもね、こういうのがねもういっぱい出てくるから恐ろしいですよね、ちょっと中の方もねちょっと見ていくんです、この辺もみんなそういう系ですよね、だからアクロバンチの、はい、これもちょっと悪そうな顔してるもんね、なんか目つきがね、あでもこれは日本でもともとやってたやつです、へー、ことかもまだまだね本当にやばい量あるんですよ、あやっぱねこうちゃんとした中島製作所のグロイザー X、これ正規品が ね、やっぱこういう正規を抑えながらのこれのインチキおもちゃなんで、そこがなかなかまたすごいな、あこんなチープなのもあるんですね、わあこれも変形世界、変形世界ってもうこの言葉がやばいですよね、こういうチープなものもありますから、でまだまだね本当にめちゃくちゃいろいろ入ってて、これはやっぱいつかこれ世にやっぱね全て発表していただきたいなと思いますよこれだけでもう一つの文化だし、なかなかねここまで集められてる方じゃないとわからない、今のね説明聞いても一つ一つやっぱそのなんか物語とか設定がね語れるのがねもう何がすごいってすごいと思う、俺も集めててもほとんど語れないんで、こういったものをねやっぱ
集めてるだけがあって、俺なんかどっちかというと宝の持ち腐れじゃないけど、持ってても知らないけど、やっぱりこのおもちゃ一つでもそこまで語れる知識をね勉強しながら、やっぱり好きなものをね集められているというところで、いや今後やっぱこういったものもねどんどんこうやっぱ紹介してほしいと言いますかね、やっぱいろんな方にね知ってもらいたいなとも思います。本当にね今回貴重なものをねたくさん見させていただきました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。いや素晴らしいです。いやちょっと今ねいろいろ見させてもらって、ちょっと、ね、販売してもらえるというものもあるらしくて、これ見てください、このブリスターの大きさ。ちょっと比較するものがあんまないんだけど、この横のもでかいからちょっと逆に良くないか、なんか持ちましょう。あ、そうですね、ちょっと持ってもらえると。いやこれ多分ブリスター界最大級の大きさなんじゃないかなっていうところで、ちょっとあまりにもねちょっとねキャラクターというよりもこのでかさがやっぱなかなか見られないということで、あとこれとこれもだって十分でかいですよ、これなんとなくねこれ比較、これちょっと比較すればいい、この辺が普通の、ね、小ぶりなブリスターに対してもこの大きさからしてこの大きさですからねいや世界観がねちょっとね違ってくるんですけど、まあこの辺のねチープな、これもよくわかんないけど食玩なのかな、もしかしたらね、とかこういう謎のロボット系とか、でこういうのがねなんかいっぱいまだゴロゴロ眠ってるんですよ。なんで本当にこれちょっとどの国に来たのかわかんなくなるようなちょっとおもちゃ倉庫を見がてら、やっぱり実際ねインチキ番長さん自体は現地のねおもちゃ屋さんなんかも結構、まあコロナ前なんかは行かれてたってことですよね。そうですね。あで実際ね本当に地元のおもちゃ屋さんなんかの倉庫なんかからいろんなものをねやっぱこう集めてらっしゃったということで、まあ今回ね自分も似たようなことをこちらでやらせてもらって、まさにこうおもちゃ倉庫の中からちょっといろいろねこう見させてもらった中から、ちょっとね自分が気になったものをねちょっとご購入して帰るというような形なんですけど、また購入したものはね戦利品の方でまた紹介できたらと思いますので、いやー今回ね倉庫の方にもねちょっとねお邪魔させてもらったんですけれども、大箱から始まりこの衣装ケースからまたねちょっとねお買い物の方もできるということで、すごいね楽しい時間を過ごさせていただきました。ただ普段はねインチキ番長さん自体はイベントですかね、はいはい、結構各地のまあスーフェスさんとかね、シカフェスさんとか、はい、いろいろなおもちゃイベントの方で、またさまざまなね、こう、インチキ玩具だったり、まあ、いろんなものを持ち込まれてますので、気になる方はね、ぜひそちらに足を運んでいただければ、こういった、なかなか他では買えないようなね、こう、インチキ玩具を中心としたようなものがね、こう、出店で今いつもねお持ちいただけるので、その辺もね楽しみにしていただければ、今回ね動画を見てくださって興味がある方はね、まず本なんかも出版されてますので、そちらの本なんかをねまずねバイブルとして、もう自分もその一冊から始まったと言っても過言ではないんですけれども、今回特別にね日頃のお付き合いもあるということで、特別にこういったところねお邪魔させていただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。おー、一体なんだこれ。あ、ほんとだ、かわいい。これ結構個人的には好きですよ。ついにカンボジアっていう言葉が今回ね初めてドラミになってますね。やっぱねドラミ、あードラミ、ドレミでした。どっちでもなかったやっぱ結局顔でやっちゃうのが怖いですね。そう、こんな古くてレアなものかと思ったら、こちらやばくないですかこれこれいつのゴジラです。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。